のツボです帰ってきたコンさんのお便りですが北朝鮮は11日アメリカと韓国の合同軍事演習に猛反発し休戦協定は白紙化された白紙化され全面対… 決戦に突入した最後の決戦の時が来た戦略ロケットが発射の瞬間を待っているなどと威嚇しましたこれに対して韓国の朴大統領は北朝鮮は連日戦争の、えー、脅しをかけている、えー、状況は危機的だと述べ挑発への対応を万全にするよう、えー、指示を出したということです全く北朝鮮の体制にはどの国も呆れ果てているでしょうね朴大統領が言うように誰もが脅しだとは思いますが付き合わざるを得ない米韓氏の には同情すするばかりでキンングボンビーちゃんもねいいやいやこれなえー、69スケさんからもいただいておりますけれども、えー、このお母た、それにしても、この前はオバマ大統領に,に電話してきてほしい、戦争はしたくないと言っていたのに、困ったもんですね。えー、クリオネブルドックさんからも何にしてもなんか本気っぽいじゃないですか。いや、北朝鮮ついに消滅ですかここ数年の重大ニュースとなりそうですね。 にしても被被害を被るのの弱い立場の国民なんですよねこの先本当にどうなってしまうんでしょうかということで、うん、まあこの方は本当にこの文書に集約されているように、うん、あの北朝鮮が本当に一発でも撃ったら蜂の巣状態になってあのもう消滅してしまうかもしれないという,、うん、もう絶対ミサイルの数違いますからね。はいうんで でもですよ、最後に書いてるよ、い立場の国民はどうなんでしょうか。一発撃ったらいいといこどこに着弾するんかということです。ひょっとしたら日本かもわかりませんしね、基地のあるところにバンと飛んできて、あの、北朝鮮という国はもう万が一ですよ、消滅したとしても、あの、イタチの最後っぺんみたいにバーンと放ったそのミサイルでですね、かなりの被害が出る。うんはい、で、これはまあ、 いわゆる国民ですよねそしてまたこれはこっち側の国民ですが向こう側の国民もバン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 蜂の巣のようにですねミサイルの攻撃にさらされるということは大変なことですよね、はい、これはだからいずれにしても国民が被害を被るんだなということであります、うん、さあこれどうなるか今までちょっと違うところは中国も割と本気になって制裁しようとしているということですでも逆に言うとそれだけちょっと危機的状態ってことでしょ、うん そういういことですよね,ね、うん、中国も、ねまあ、ロシア昔はソ連も,、はいもうね、今なくなってしまいましたから、うん、この2つがバックアップされていたんだけれども,、うん、もうソ連は、まあ、ソ連で今、ロシアになっちゃったし、はい、中国もこれあかんぞって今、割と本気で怒ってますので、はい、そうするとますます孤立化していくということでの、うん、今の小高さんの言う危機的状況がまあしているということが言えるかもわかりません。